だよーん。あれ、はるか、はるか、はるか、おい、はるか、はるか、おい、はるか、おい、あれ、はるか、遅い。あ、これは？座って。え、いいから座って。うん、わかった。いい？これがナスとひき肉のパスタで、これが海鮮ロールキャベツで、 あのさ、これ黙って。はい。いい？これがはるか風スペシャルサラダで、これが軟骨唐揚げで、これがミックスピザで、これが唐揚げで、これがミックスベジタブルで、これ全部ママから聞いて作ったのよ。1ヶ月間特訓したんだから。なんで特訓したかわかる？わかんない。パパに食べさせるからでしょ。本当にわかんないの？頭くる。ごめん。私今日帰んなきゃいけないのよ。うん、知ってる。もう少しいてほしい？はい。寂しい？うん、寂しい。本当に？うん、本当に。とにかく早く食べましょう。はるか、また来いよ。当たり前でしょ、親子なんだから。
パパへ、こんにちは。これからもよろしくね。ああ神様、僕はベッドに沈み込んだ。今指や乳も刹那に耐える。チャチャラチャラからくり仕掛けた微笑みで気を包む。ほら揺れ始める、タイルをご覧、チャチャラチャラ。閉じ込めたいんだ僕の振り出しそうなトラロイド。下を出せば骨が残る、心配かけるよ。明日はアスボロリーか、手術で引く間の奥、ロックムーに心を痛めるロリーか。勝手に横に僕を折り畳む。どこかで会えるか、の日差しらで出会う。小さいの明かりない優しさだ。チャチャラチャー。